ゲーミングヘッドセット、いいなと思うんだけど、スマホにしか接続できないな。最近人との付き合い方みたいな、こういう人は疲れるとか、こういう人はいいとか、そういうブログ記事をいろいろ見てたら、廃反しますね。あるビジネス書に、なるほどとか、ふむとか、そういう相槌を打ちながら聞けっていう。そういう必死法がある一方で、なるほどとかそういう返ししかしない人、疲れるみたいな。どっちだって。そう言うと臨機応変。ただ臨機応変、説明じゃねえだろうって。これで感じたのは、実際の物事、対応方法の王道って、臨機応変だと思うんですよね。ただそれをまじまじ言われると、イラッとくるんですよね。全然説明じゃねえだろうって。もっと黄金の法則を教えてくれよ。そうすると自分の中で一番強いものを言う。そうなっちゃうんですよね。まあ、結局臨機応変という考えだからできる人って、ある意味廃反したものを持ってるんですよね。なるほどとかふむふむという、無難なアドバイスをする一方で、そういうアドバイスを嫌う。そういう反応を嫌う。喧嘩してるんですよね。真相を語るために臨機応変って言うと、イラッとする。だから黄金則なんですよね。いろんなブログ、まあ当然書いてるんですよ。臨機応変っていう言葉は分かってると思うんですけど、そんなこと書いたらそれで以上だから、面白くするために注力する部分だけ取り上げて、あとはカットするみたいな。やっぱそれなんですよね。確かに映画とかでも、なんかいろいろ撮影するけど、このシーンを絶対使おうじゃなくて、もう使う必要がなければ、いくらそのシーンが素晴らしいカットであっても、削るみたいな。それなんですよね。まあ、最近の唯一の救いは、メイキングビデオとかでカットシーンとかが流せる。だから救われてるのかなって。それ今回紹介するゲーミングヘッドセット。それゲーミングヘッドセットの世界でも廃反するんですよね。いい音がいいって当たり前だろうって言われそうだけど、いい音、疲れるんですよね。ゲーミングヘッドセットとか、あと通話用のヘッドセット。いい音より、何を喋ってるかしっかり聞けて、そして長時間音聞いても疲れない。今回アフンタから提供を受けた、こちら。これ長時間着用楽ですね。イヤーパッドはちょっとちっちゃめかな。かけ心地もふわっという感じじゃなくて、少し押さえつけられてる感じだけど、まあ耳たぶにはかかってない。マイクはちょっと大きめかな。使わないときは上上げとけばいいですけど。で、これ、接続端子が、いわゆる標準的なものなんですよね。ヘッドホン端子とマイク端子分かれてますね。ちなみにこの USB 端子、イルミネーションの電源用です。光らせたくなければ繋げなくていいですね。光らせた場合こんな感じ。なんか、地味ってや地味ですけどね。このヘッドセット、いろいろ音楽聴いてみましたけど、まあ、音楽のシャープさっていうのはないですね。その代わり長時間聞いてても疲れない。忠実に音をモニタリングするというより、どういう音が鳴ってるか確認する。BGM として音を楽しむ。そういう用途としてのヘッドセットですね。あとイヤホンとヘッドホンプラグは分かれてますので、Windows パソコンにも接続できる。ビデオカメラとか IC レコーダーにも接続できますね。IC レコーダーとかでトークを収録する人、このマイクを使えばいい音で入りますね。いい音というか、周りの騒音が入らない音ですね。ビデオカメラ使いながらナレーションを流す。そういう人に最適ですね。長時間ヘッドホンをかける人がいる。そういう人のおすすめです。ヘッドホン、イヤホン。長時間かけてると嫌になるんですよね。イヤホンだから嫌になるっていう。まあそういうダジャレも言っちゃうぐらい。軽口言っちゃうぐらいなんですよね。ただ仕事でヘッドホンを長時間かけないといけない。そういう人にはこちらおすすめですね。